はい、こんにちは。今日のゴールドコーストは晴れ、久々の晴天です。最近本当に天気が悪い日が続いてて残念でしたが、やっと晴れた感じで、今日の風は涼しくて気持ちいいです。さて、先日2月17日にゴールドコーストのサウスポートにある、チャイナタウンで春節祭、チャイニーズニューイヤーのイベントがあったので行ってきました。ステージでのダンスショーやおなじみのライオンダンスにドラゴンダンスが行われていて、最後には綺麗な打ち上げ花火で春節祭をお祝いしました。人が多くてかなりにぎわっていて少ししか撮影できなかったのですが、ゴールドコーストの春節祭の様子をご覧ください。それではどうぞ。Me.